タイムの始まりだ。パーティーか。これもミッションのうちとはな。テロか。 少なくとも退屈はしなくて済みそうだ。 その格好、あなたも乗客ね。君もか。一体どうなってるの？わからない。だが、とにかくその部屋に入ろう。 Yeah.
ねえ、本当に無線室に向かうの？ああ、おそらくメイデーを発信する暇もなかったろうからね。とにかく救援要請を出さないと。でもさ、ケネスの言う通りだとしたら、きっと警戒厳重だよ。確かに。だが連絡しないわけにもいかないだろう。うん。Yeah.
よ。メイデー、メイデー、こちらは客船プリンセス・オブ・ザ・フィアリス。現在本船はシージャックに遭遇、救援を求む。繰り返す。メイデー、メイデー、こちら。オッツ少佐、どうですか。無線連絡を出したネズミは捕らえましたか。いえ、まだです。ですが、いかに巨船といえども所詮は船です。時間の問題かと。そうですね、よろしくお願いします。ルー少佐、どうですか。出迎えの準備は。準備完了です、大佐。わかりました。あとはお客の到着を待つだけですね。くそ！いい加減にしろよ、テロリストが！ちょっと待って。どうも違うみたいよ。ケネス、この人たち違うよ。ああ、どうやらそのようだな。上からだ。
救助だ。特殊部隊が来たんだ。だが、やめろ、もうやめてくれ、殺さないでくれ。エイジ、許さねえ、絶対許さねえ。俺の名はエイジ、刑事だ。協力してくれ、奴らをぶっ飛ばす。元よりそのつもりだ。私はフェイス、一緒にやっつけようね。やろう、エイジ。もう私たちしか残されていないんだから。Yeah!
なあケネス、どうすんだよこれから。とりあえずこのエレベーターは封鎖だな。乗員乗客たちにはセントラルホールにいてもらうとしよう。我々が大掃除を終わらせるまで。大丈夫か JJ？ ええ大丈夫。それにしてもどうしてミリーだけがセントラルホールにいなかったのかしら。他の乗客たちはみんないたのに、あいつらどうしてミリーだけ。船長の話だとライアット副長もいなかったみたいだし、ミリーちゃんのことといい副長のことといい、テロリストの目的って何なんだろう。なーに、ヤクザをぶん殴って引き出すさ。そのためにもまずはブリッジだ。
よ。デルタフォースは全滅ですね。はっ。これ以上の妨害を挟まれないために船の進路を変えました。この先はハリケーンです。ありがとう、ルー少佐。ところで例のものは？1時間ほどで搬入できます。あとはこの鍵を使って。ミリーさん、もう少しの我慢です。もうすぐ全てが終わりますからね。もうすぐです。もうすぐ全てが終わる。誰にも邪魔はさせませんよ。
なんだ貴様らは。そういうてめえは何者だ。船内から手引きした者がいるだろうとは思ったが、まさか副長だったとそういうことだ。しかしお前らもご苦労なこった。今さら何をやっても遅いというのに。どういう意味だ。たった今この船はハリケーンに入った。もう助けは来ないぜ。ミリーはどこ。ミリー、もう遅い。あの娘は鍵だ。新世界への鍵だよ。Yeah.
奴らの目的はただの政治宣伝じゃなさそうだな。ミリーは鍵だってどういうこと？わからん。こうなりゃテロリストたちのボスをとっ捕まえるしかねえな。でも一体どこにいるんだろう？おそらく船尾機関室だ。どうやら敵は機関室のようだ。よっしゃ、いよいよだな。見てろよテロリストめ、悪が栄えた試しはねえんだ。はあ、君は警官だろ。なるほど、アメリカでは犯罪が多いわけだ。どういう意味だ？そういう意味さ。まあまあ、二人とも。
遅かったね。もう遅い。こいつはもうすぐ目覚めるよ。細菌兵器か。へえ、物知りだね。そう、細菌兵器のコールドカプセルだよ。いただいたのはあんたの国だったかもしれないね。どういうことだよケネス。貴様らだったのか。俺の任務はこいつを探し出すことだったんだ。どうするつもりだ。もしそいつがばらまかれたら、この船は、いや、世界中が。だがそいつはスリープ中だ。ただ解凍してもすぐに死滅するだけだぞ。完全に解凍するためには、まさか。そうさ、察しの通りこの子さ。この娘の瞳、声、そして血がこの最終兵器を目覚めさせるんだよ。させるか！ミリー先生、先生、先生、みんな、大変よ。この船には爆弾が仕掛けられているわ。
しこれが爆発したら。ケネス、なんとかならねえのか。お前軍人だろ。無理言うな。数が多すぎる。これにこいつは無線信管だ。とても解体できない。大丈夫よミリー、大丈夫。無線信管ってことはどっかで操ってるやつがいるんだろう。そいつを倒せば。でももし探してる途中に爆発したら、この船にはまだ4000人の人が乗ってるんだよ。だとも分かれよ。一方は乗客たちの避難、もう一方は起爆装置を止めるんだ。エイジと JJ は乗客の避難誘導を頼む。な、エイジ、私の方が起爆装置に詳しい。ケネス、フェイス、気をつけてね。ここから先へは行かせんぞ。どうかな。
とうとうここまで来たか。だが生きて帰れるとは思わないことだ。もう終わりだ。おとなしく降伏してもらおう。なぜこんなことをするの？なぜだと？全世界を救うためさ。このままでは人類は滅びる。誰かがやらねばならんのだ。新たな人類のために。バカな。最近兵器を使えば人類だけじゃない、地球そのものが。だからだよ。その中から生まれる新たな命に期待しているのだ、私は。狂ってるわ。
しまった起爆装置を。そんな船が。